責任取ってから死を選ばれてんのかなと思って、問題発覚から2年、多くの人の人生を変えた森友事件はまだ終わっていません。責任取ってから死を選ばれてんのかなと思って、問題発覚から2年、多くの人の人生を変えた森友事件はまだ終わっていません。